ヤーサスアテナイの皆さん、そして新年明けましておめでとうございます。さあ、というわけで2020年が来まして、本当に皆さんのおかげでこの創価はクラテスの弁明という番組が2回目の新年を迎えることができました。本当にお世話になっています。ありがとうございます。で、去年はですね、年末にギリシャ編ということで、クラテス、アテネに帰るってよっていうシリーズをずっとこう配信してきました。で、一番最後に新しい歌ですね、創価はクラテス愛歌の PV を上げまして、でこれ本気でギリシャでバズりたいですので、ギリシャ語字幕も入れました。で、できればこうシェアでも拡散でも高評価でもいいので、なるべくこう皆さんの周りに広めていっていただければ本当に助かります。で、今年なんですけども、このまず体制なんですけども、これ別に寝正月ということではなくて、今年1月は狂言編ということで、プラトンの狂言になぞらえてお送りしようと思っています。で、そのプラトンの狂言という本の中では、当時の、哲学者たちがこういう形でこう横になって、で川の字のようになって寝て、でワインを飲みながら哲学談義をするみたいな下りがあるんですね。なのでちょっとそれになぞらえようと思っています。なのでこういうとっても失礼な体制で、とっても役に立つことをどんどん発信していこうと思います。ちなみに来週ですね、次回の放送は2020年に日本語教育業界に起こること3つというのをもう先に予言してしまって、で皆さんのお役に立てていただこうと思います。で、それ以外にもどんどん弁明していこうと思いますし、ロケもどんどん外に出ていこうと思います。で、新しい曲もまた作りたいと思ってますので、3曲目ですね、お届けできると思います。ということで、今日はご挨拶だけになりましたけれども、こういう形で、今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、アディオ。